ニュースマグビです。現在芸能活動休止中の手越祐也さん、シングルマザーとその子供にお弁当を無償で届けるボランティア活動に励んでいました。手越さんが携わったのは、新型コロナの影響で生活が苦しくなった一人親家庭にメッセージ付きのお弁当を無料で配達する活動、 ING プロジェクト2020お弁当でシングルマザーの力に。手越さんはプロジェクトに寄付をし、さらに大きなリュックを背負って自転車で自ら15個ほどのお弁当を送り届けたそうです。ニュースマグビ。